野外のハイキング中、あなたはキャンプの設営場所を探しています。耳に入ってくるのは葉っぱや木の枝が足の下で立てる音ばかり。あ、あっちでリスが木を登ったと、そんなあなたの前に不思議な光景が広がりました。遠くの木と木の間に何か奇妙なものが見えます。まるでそれはコンクリートで作られた何かのような。不思議だなあ。この時点であなたは森を 30km も踏み入っていました。ということは知る限り辺りに町も村もないはずです。あなたは仲間と道を外れ、それに近づいてよく見てみることにしました。どうやらその何かは4メートルほどの階段のようです。それが続く先は何もなし。ん？なんだこれは。こんな偏僻な場所に。あなたは探偵の帽子をかぶり調べてみることにしました。ひょっとするとここには古い家か屋敷があって、年月とともに崩れてしまった結果階段が残ったんじゃないだろうか。しかしその何かの周りを探してみても、遺跡や建物の基礎のようなものは見つかりません。まるで何者かが理由もなく家から階段だけを切り取って、それをここに置いたかのように見えます。あなたも友人も近寄ることをためらってしまいました。何かがおかしい。このへんてこなものを見れば見るほど異様な雰囲気が感じられます。すぐここから離れた方がいい。できるだけ早く。感じる不気味さの正体は分かりません。しかし同時にあなたはその何かから目を離すこともできません。あなたはスマホを取り出してそれの写真を撮ってみました。そして何度かためらった上で階段に近寄ってみることにしました。さほど古いようには見えません。せいぜい数十年前のものに見えます。ひび割れた間からは苔が生えています。仲間は皆不穏な空気に負けてあなたを置いて道へと戻っていきました。あなたは一人きりでこの階段と一緒に取り残されてしまいました。さてあなたは慎重に足を一段目にかけることにしました。わあ、突然ワクワクしたあなたは頂上にまで一気に駆け上がろうとします。しかしその最中、何者かがあなたの肩に手を乗せたのです。飛び上がって振り返っても目の前に広がるのはただの暗闇。いやあ、奇妙奇てれつ。このような階段が突然森の中で発見される事例は実は結構多かったりします。木製のものもあれば、レンガや石で作られたものもあります。古代からあるように見えるものもあれば、つい昨日できたばかりに見えるようなものも。ただどの階段にもある共通点があるんです。それは階段が極上へと続いていること。そしてどれも謎めいた場所で発見されていることです。中でも最も有名なものがニューハンプシャー州チェスターフィールドにあるものでしょう。中世の様式にのっとった長い階段は石造りで、ローマ式のアーチ構造を持っています。この階段はマダム・アントワネット・シェリーの城の一部だったと信じられています。彼女はパリでも有名な歌手でした。城は100年ほど前のもので、1962年に再び発見されました。そしてその時に見つかったのが階段のみだったのです。また別の古代の階段は9000年前のものと言われています。これはイタリアの森の中で発見されており、頂上の台を目指すいくつもの階段のように見えます。しかしただそれが中空に続いているだけなのであれば、どうしてわざわざそんなものを建てるのでしょうね。一部の専門家はこれが儀式の象徴であったと考えていますが、それ以上のことは分かっていません。森で比較的新しい階段が見つかった時には、必ずと言っていいほど都市伝説がささやかれます。そう、階段のような。階段だけに、中でも最も有名な階段はフィリピンで発見されました。森林レンジャーのトルキクさんがいつも通りのパトロールを行い、熱帯雨林で行方不明者を探していた時のことです。彼はそこで痛く場違いな石造りの階段を発見しました。その表面には不思議な文様も書かれていたのだというのです。
彼は周りの状況を探るためにその上に登っていきました。すると突然凶暴な野犬が現れ、トルキクさんは階段のさらに上へ逃げなくてはなりませんでした。その数時間後、彼が村へと帰ってくると、彼は5年間失踪していたことになっていたのです。この階段は時間移動を司るポータルなのでしょうか。別の事例は1940年に遡ります。この頃は世間がロズウェルの UFO の謎に沸いていた時代。病理学者を自称するあの人物が動物に起こっていた様々な異変の調査を手伝うために送られました。しかし当初 1,2 週間で終わると思われた彼の調査は6ヶ月も続くこととなったのです。彼の研究チームは森の中で奇妙な階段を発見しました。そしてその階段からは謎の電波が発せられていたのです。彼らは階段から30メートル離れた場所で夜を明かしましたが、その翌朝階段は消えており、後にはただ黒い焦げ跡が残されていたのだといいます。その2日後、階段は元あった場所から50メートル離れた場所に再び現れました。研究チームは研究所に送るため木材のサンプルを回収しようとしましたが、ある問題に直面することとなりました。彼らがどれほど頑張っても木片のかけらを切り取ることができなかったのです。木製の階段は外部からの破壊を一切受け付けませんでした。この奇妙な階段は古代のカンボジアでも見つかっています。ジャングルの真ん中で600メートル以上ある階段が見つかり、その先はやはり虚空に通じていました。専門家によればこの階段は1000年前に作られたものだと考えられています。しかし詳しいことは分かっていません。古代都市への道だったのではないかとも言われています。しかし残念ながら年月とともにこの階段は鬱蒼と茂るジャングルに覆われてしまいました。もしかすると全大陸からやってきた旅行者や商人たちが立ち寄る場所だったのかもしれません。さて、あなたの話に戻りましょう。あなたの背後に謎の気配があります。どうせ仲間の誰かのいたずらだろうと振り返っても、そこには誰もいません。あなたはパニックを起こしました。何かがおかしい。急いで階段を駆け下りて仲間の元へ戻ります。息を切らした状態であなたは友達にありのまま起こったことを話しました。しかし誰一人としてあなたを信じてくれません。どうせ驚かそうと思って言ってるんだろうと。しかしあなたの危機迫る表情に友達も考えを改めました。目は本当に怯えています。ごまかせるようなものではありません。その正体が影なのか風なのかそれは分かりませんが、少なくとも感じた恐怖は本物です。さすがに階段に近づくのはやばそうだ、このまま帰ろうと考えたあなたたち、今すぐに。こんなところで夜を明かすわけにはいきません。家に着いたあなたはスマホをつけて写真のチェックをしました。しかしない。写真から写真へとスワイプしますが、階段がありません。どの写真にも階段だけが写っていないのです。そこにあるのは木に囲まれた開けた場所、影も何もありません。あなたの友達も同じ経験をしていたようです。自分の目がひくひくと引きつり始めるのが感じられます。ふと左肩から振り返ってみました。安全な家に帰ってきたはず。しかし突然あの階段の近くで感じたあの気配が蘇ってきました。なんていうことだ。あなたの目の前は真っ暗になりました。っていう話は大抵が都市伝説。心配はいりません。鳥肌立ちました？いやー、インターネットっていうのはとかくこういう噂話にこと欠きません。なんせ光の速さで伝わるんですからね。話題になっている階段はつい最近誰かがいたずらで作っただけだったという場合もよくあるようです。週末の日曜大工で階段を作ってその写真を撮ったら、あとはインターネットに上げるだけ。都市伝説系のサイトがこれでにぎわうことになります。あとは階段を解体してまるで消えたかのような写真を作ればいいんです。これでネット上の人気者になれます。しかし週末のキャンプで階段を見つけた場合、
これらは大抵家屋か山小屋の跡地に残されたものである可能性が高いでしょう。今や2021年、何にでも論理的な説明がつけられる時代です。あなたが感じた気配は自分の心が生み出した幻でしょう。まるでウェブサイトやホラー映画で見たような光景を実際に目の当たりにすると、人の心は混乱を起こし、そこで見えていないものを見たり、ないはずの気配を感じ取ったりします。これは催眠術にかけられた状態に近いのだとも言われています。無意識に見たいものが目の前に現れるのです。おそらく多くの事例はこのような説明がつけられるはずです。多分